あ、これうまそう。うーわ、もうこれ絶対美味しいでしょ。これはキャンプでも作れそうだ。あれ、偶然。おい、またお前か。ねえ、昔話興味ある？巨神がさ、隕石の下で王様を呼んでる。神様の言葉は人にはわからないからな。頭が痛くなる人もいるかもね。どうすればいいの、それ。会いに行ってみる？何か伝えたいんだと思うよ。一緒に行こう。乗るか。行ってみて。やばけりゃ戻る。ああ、じゃあそれで。俺の名前すっごく長くてさ、略してアーデンなんだけど、この愛称で呼んでよ。車で行くからさ、みんなで駐車場まで行こうか。俺も愛車で来たんだよ。君たちの車はレガリアだっけ。2台でドライブもいいな。うん、いいね。そうしよう。準備できた？じゃ、運転手は俺が指名しよう。君がいいね。分かったよ。じゃあ君がレガリアを運転で決まり。よし、準備しようか。言っておくけど競争じゃないよ。ちゃんと俺の後についてきて。ついてこられなきゃゲームオーバーだよ。あとくれても俺の愛車にぶつけないように。いちいちうるせえな。早く行けよ。ではどうぞ。安全運転で。ガーディナでもあったけどさ、旅行でもしてんのかな。旅行で偶然というには無理がある。奴は俺たちを待ってやがっただろう。俺もそこが気になる。そしてどこの人間なのかも。帝国人っぽくもないけど。と言ってルシス人でもねえよな。正直関わりたくない。でも断ったらカーテスの大皿には入れない。王子はどう思う、あのおっさんをよ。ああ、ただの変な中年としか。だよね、俺も同じ。とりあえず最初の作戦通り。やばければ戻るだな。ノクト、頭痛は平気か。今は平気だ。たまに来る。運転中にひどいのが来ねえといいな。やばかったら止まってね。この先にシルベはあんのか。っていうか野宿すんの。どっかでちゃんと休もうよ。野宿でちゃんと休みはいいだろ。せめてモービルキャビンでしょ。外のどこがそんなにいいの。自然の中だってのがまず最高だろうが。時間にも追われねえし、勝手気ままにやれんだろ。そのあたりはノクトも気に入っていそうだな。今日はここで休むか。おい、目的地はどうなったんだ。焦らなくても逃げないよ。そういう答えは聞いていない。これさ、5人で旅行状態だよね。ないわ。ひとまずテントを立てるか。いや悪いけど俺外大嫌いなんだわ。金は俺が出すから、あっちのモービルキャビンで休もう。休むか。
はよ。おはよう。よし。ああ。はや。おう。Good morning。ああ、ここから先は簡単には引き返せない。行くのかい？本当に大丈夫？あのメテオを動力になんてよく思いついたな。メテオって普通に近づけんの？巨神がメテオを受け止めた時、一部が砕けて飛び散った。使われているのは周囲で見つかる欠片の方だ。でけえのは今でも巨神が支えてんだろ。ご苦労なこったな。肩も凝るだろうね。その分ダスカ近辺の巨神やメテオへの信仰は熱いと聞く。実際あの下ってのはどうなってんだろうな。かなり暑い場所へ入ることになるが、カメラは大丈夫か？ああ、そうだね。隕石の炎なんて言ったらどうかな。壊れても買えはねえんだろ。車に置いてっか？いや、持ってくよ。せっかくメテオの近くに行くんでしょ。巨神の姿も見えるかもしんないし。写真に収めなきゃ気が済まねえか。置いてって撮れないより持ってって壊れる方が後悔しない。かっこいいなって思うと思ってる。ああ頑張れ。イグニスのメガネって熱は平気なの？おそらく問題ないと思うが。まあダメになってもそんなに困んないだろう。極端に悪いわけじゃねえしな。え、そうなの？まあないと何も見えないわけではないんだ。だったら普段撮っとけば。いやそこは違うんだよな。はっきり見えねえと気分が悪いんだと。まあぼやけているのは好きじゃない。はあ、やっぱきっちりしてんだね。イグニス、運転席以外って気分どう？恐ろしい。恐ろしいのかよ。昔の王子の運転を知っている身としてはな。そりゃどうも。本でも読んでろ、気が紛れるぞ。ああそうだな。だが今はいい。だいぶ不安なんだね。着いたよ。嘘じゃねえだろうな。俺がいつ嘘ついたかな。基本嘘っぽいっていうか。ま、信用ならねえな。おい俺だよ俺。ここ開けて。え、開いたし。ほら一緒に来てよかったでしょ。こう見えて俺顔が広いんだよね。神様はこの先にいらっしゃるよ。帰るの？無事に君たちを送り届けたからね。それじゃご機嫌にいよう。できれば二度と会いたくない。うわ、すっごい嫌ってるね。あの人って神話に詳しいのかな？結構知ってる感じだよな。
この先に行けばいいのか。封鎖までして何してやがるんだが。遺跡か。あれ、一体何？王の墓がこんな場所にあると。お力を借りてかねえとな、王子。ああ、そうだな。でけえぞ。危険だ、離れろ。なくそ、止まったか。ほらよ、上がれ。目覚めのようだな。こいつが俺に何か言ってんのか。大丈夫？ノクト無事でいるようだな。上がってこられるか。いや、こっちに道がある。先行ってるわ。降りられる場所探せ。分かった、俺たちも進んでみる。無理はするな。どっから行くの？勝手に突き進むんじゃねえぞ。しっかりついてこいよ。ったく、気が立ってやがる。あんまり刺激すんなよ。いちいちうるせえな。忠告はしっかり聞いとけ。そういうの何度も聞いてるし。おい、こっちだ。ギリギリの幅だな。早く行けって。のんびりすんな。なんねえな、早いとこ渡っちまうぞ。ノクト、ついてきてるか。なんだ。巨神、おい、お前、話すんのは後だ。渡りきれ。早く。先には進んでる。焦るな。もう少しだ。
急げ。なんで。ガッ。随分と手荒い歓迎じゃねえか。早く話がしてんだろ。相思相愛で何よりだ。行くぞ。どんだけ歩かすんだよ。いい加減にしろ。ちった落ち着け。なんだよ。お前は王家の人間じゃねえのか。王家の人間だよ。だったらなんだ。嫌ってほど自覚してるわ。自覚してねえとは思ってねえよ。だがな、さっきから何度も危ない目に遭ってる。俺も気が張ってんだよ。アミシティア家は言ってみりゃ王の盾だ。盾として王を守れ、ガキの頃から教え込まれてんだ。俺なりに消化して納得して誇りに思ってる。頭痛もあって集中できねえんだろう。忠告くらいちった聞いとけ。分かったよ。いきなり悪かったな。よ、あ、一人で進んでんじゃねえってのは忘れんなよ。グラディオ、親父さんには感謝してる。気使うな。あ、電話鳴ってねえか。エグネス、大丈夫か。気をつけろ。帝国兵が見え。キルト、帝国兵を見たっぽい。はあ、あれそうだな。ようやく着いたぜ。わかってる。行け。くそ。
してなかったんだよね。アーデン・イズニア、本名帝国の最初。そうなんだよ。でも今はさ、助けに来たんだ。ここで捕まえたりしないって。どうする？選択肢は2つ。生きる、なんだ、死ぬの。とりあえずここでは死ねない。行こう、リーナ・ノクト。分かった。